1> 第1師団創立51周年練馬中屯地創立62周年記念行事における関越更新第1師団司令部第1師団は陸上自衛隊の師団の一つ東部方面隊直轄の整形中枢師団であり司令部を東京都練馬区の練馬中屯地に置く旧陸軍に倣って統合師団は師団司令部を東京に置く師団に付された 三個普通科連隊を基幹とし、首都圏の防衛警備、災害派遣を任務とするほか、民政協力及び国際貢献活動を行っている。投資団は第三師団とともに整形中枢師団とされている。整形中枢師団は都市部における紫外線が重視されることから装備を軽快なものとし、機動力を重視している。かつては、 箱根駅伝に対する支援を行っていたが、現在は中止している。第1、第31、第32、第34普通科連隊を自動車科連隊に改編。第1武器隊、第1補給隊、第1輸送隊、第1衛星隊を統合し、第1広報支援連隊を進編。第1特化連隊第6大隊を第1、校舎特化大隊として分離独立。 師団直轄とする。第一偵察隊に、電子偵察小体を新編。師団指令部付け隊に、科学防護小体を新編。第31普通科連隊を、東部方面混成団霊下に編成替え。第1、第32、第34普通科連隊に重迫撃砲中隊を、再編し、軽装甲機動車を導入。 これに伴い定員は6300名へ削減されたものの常備自衛官は約760名の増員。現在は予選会場の一部として、霊下の第一飛行隊が駐屯する立川駐屯地を、提供 ABCDEFGH 自衛隊年表防衛庁長官官房広報課、1962年。第一管区大使保安隊編保安隊。 第一管区総幹部、1958年。第三普通科連隊の遠隔、自衛隊法施行令、官報号外第63号、管区隊の増置に伴う方面隊及び管区隊の、警備区域の特例に関する政令、官報本市第8300号、AB 朝雲新聞社編集局監修、陸上幕僚幹部、陸上自衛隊20年年表朝雲新聞社、 1971年、陸自第六管区総幹部大使編参出編、第六管区大使、昭和33年度陸自第六管区総幹部、1959年、自衛隊法施行令の一部を改正する政令、官報本市第9431号、防衛庁国事第9号、官報本市第1521号 AB、陸自改編1、 日誌団など近代化北、東方に、方面混成団朝雲新聞戦車を保有しない、第12旅団の軌道旅団化に伴い、同旅団の即応機動連隊の機動戦闘車隊に、改組、移住予定。朝霞駐屯地における、第1戦闘偵察大隊等の新編について2020年10月、防衛省、北、東富士の全域を使用した、訓練検閲。 陸上自衛隊東部方面隊広報誌、あずま令和3年7月25日第1 0十八3 8号。https://www.mod.go.jp/.gsdf/.eae/.contents/.img/.aduma/.pdf/.aduma1038。p d f 千二十一年七月十九日閲覧。 警察官で就任、保安隊に改変時に、階級故障を保安官に解消。官報本市第7369号1952年、及び1953年に、豊島文遁隊及び、練馬部隊の水人員等が両米を摂取した事件の、監督責任による、辞職4月1日衆議院内閣委員会での木村、徳太郎保安庁長官の答弁より、 マサチューセッツ工科大学大学院78観光博士博士ありがとうございます。